というわけで今回はこちら、ダディチャレンジコーナー。もう忘れてるかもしれません。遡ること3ヶ月前、はい、2022年10月にバディダディーズの情報解禁の特番で、はい、バディチャレンジやりましたね。やりましたねバディチャレンジをして以来の、はあ、あのバディチャレンジをして以来のチャレンジコーナー、誰もが待ちわびたあの、はい、今回はダディの方のチャレンジになってダディということで、はい、子育てをテーマにしたチャレンジがいくつか用意されているそうですので、うん、2人でクリアしていきましょうと。はい、今回チャレンジ3つ用意してあるそうです。なので、まあ3つね、はい、ダディの、使われている中の3つのアルファベット、うん、DAY、それぞれから始まる言葉のチャレンジになっているということでございます、はい、うん、はい、こちらですね、はい、そしてですね、今回スペシャル版ということでチャレンジの成功数に応じて視聴者プレゼントご用意しておりますよ。やった、はい、うん、こちらをですね、1チャレンジ成功するごとに2名様にプレゼントさせていただきます。なるほど。なので合計全部成功すれば合計6枚になるということですね、うん、なのでぜひ全問成功チャレンジ、はい、違うチャレンジ成功を目指して頑張っていきましょう、はい、さあそれでは、こちらに用意していただきました。早速 D のテーマの、はい、チャレンジやっていきたいと思います。こちらですね、はい、できるだけ早く終わらせよう、家事タイムトライアル。おーです。D がバーディー、あ、ダーディーの中に D の文字が3つ入ってるので、うん、3つの家事を全部終わらせるタイムトライアルに挑戦してもらいます。なるほど。制限時間は60秒、うん、1つ目、洗濯、うん、T シャツ5枚をきれいに畳んでください。これですね。そして2つ目、うん、掃除、はい、ホワイトボードに書かれた落書きを全て消す。これですね。あ、はい、これ。続いて3つ目、料理。100均のおままごとセットがバラバラになっているので、ああ、この中から食材をチョイスして、このお皿に、まあ、料理を、ああ、まあ、成立するようにきれいに並べてくれと。むず、行こうと思います。準備はよろしいですかちょっと待って、これ、ね、これ俺 T シャツだけで終わるぜ。60秒、ちょまだまだまだ、 あそこ厳しいんですね。用意どんとか言わないで。わかりました、わかりました、はい、用意スタートえ、豊永さん、それ丁寧に行き過ぎだって。もっと地味だよ。シュッてやった方がいいよ。あ、これダメだ、もう終わったわ。これで終わりだよ。早いって。これもう違うんだよ。早いそんなんじゃなく、もうこれこう行った方がいいよ。バカ野郎、洋服屋の店員もそんな風には畳んでないよ多分いや、もうちょっとかかってやってるわ。もうちょっと丁寧にやってるわ。いやー、残り15切った。嘘でしょ。ダメだよ。 T シャツ終わりませんでしたよ。よし、はい、お待たせえ、本当にじゃあやってみーよやってみーよ。いや、俺が予想したのは、うん、俺が予想したのは、はいはい、こういくかなと思ったのはこうで、うん、こうじゃない。おおどんなんが来るかなと思ったら、あ、意外と確かにねって俺もグーの音出なかったやつだよ、それ。スタッフさんが用意してくれたものを2つ無駄にしました、ということでまず1つ目の D のチャレンジ、はい、失敗です。あ、失敗。あとはうっちに託そう。いやー、すいません、これはダメだ、はい、ということで